どうですか。うん、どの辺ですか。ここにあんじゃん、ほら書いてあんじゃん。これですか。うん、なんかどれだ、このみたいな内容だよ。これをさっき言ってね、はい、溶岩流れたって、はい、そうですねって、はい、ハウスだよ。混んじゃいましたね、もう。ハイウェイって感じしない？気持ちいいですよ。日本みたいにさ、渋滞ないもん。渋滞ないもん。もう来てるね。もう来てるね。もう来てるね。見た。もう来てるね、それは。思わず左ハンドル変えたくなっちゃうんじゃない？それはない、それはない。なんか。右が通るものが左なんですよ。うん。今度35になったら、変わってるな、やっぱり。でもそういう断崖絶壁にヤギとか言ってもおかしくないですよ、本当は。観光バスはでも来てますね。ハトバスか。これ多分すごいそうです。すごいね。あそこの山っていうか、あの岩、ええ、これでやったらいいでしょ。さっきの反対側来たんでしょ。あの岩山だけぷかっとなんか浮いてますし、これあれだ、マナナ島だ。あれがですか。真ん中の、うん、でもやけにつるっとした、してる、島です。こっちはすごい感じていきてましたよ。そうなんですね、反対側ね。ゴルフコースもすごい難しいね。なんとかライフパーク、何がいいさ、シーライフ水族館かな。そうですね。どこでたくさん塩吹き穴、まあ、塩吹き穴行きましょうよ。今のところですか。あのシーライフパークというところですか。島が見えたあたり。塩吹くんですよね。ジョーッって何秒間かか。多分波のあれカンカンは好きだね。やっぱし。見えます？見えます。Is that what makes a tomboy climbing trees? Well, I guess so. How many ladies there climb a tree? Yep, yep. We're all good.まだですか。違う、さっきもだいぶ前に撮りすぎてた。あ、そうなんですか。さっきのあれがあったあたりだ。島を、島じゃない、左が山になってさ、あったとこあったじゃん。 あっちの方だわ、はい、今見たら、日置屋のってもうこっち来ちゃってんだもん。あ、だシーライフパークだけだ、ここだと。あの、つるっとした山が、うん、左側がさ、丘になってるとこ。マナナ島、これだ。今マナナ島っていうんですか。うん、マナナ島。ええ、
吹きだ。ああ、潮吹き屋の味噌の。